那須のが原と中川及びその支流者新下放棄川が中川に合流し、闇添山地鳥の湖山海と計測山海の間を東寄りする。中川を渡る東北自動車道とナスインターチェンジ。中川は栃木県北部ナス郡ナス町のナス岳山麓を、源の都市道県東辺部を南に流れ、羽賀郡も手木町で東に向かい、茨城県を南東に流れて、 日立中市と東茨城郡大洗町の境界部で太平洋に注ぐ一級水系中川の本流である関東地方第3の大河である中川は関東随一の清流として知られ日光国立公園の指定地域内である上流部を中心に流域には自然が多く残され中流域は中川県立自然公園に指定され保護されている流域は魚類が豊富で 江戸時代には、鮭が遡上する河川として知られ、中川で採れた鮭は、水戸藩への献上品とされていた。初夏には、栃木県から茨城県にかけての中流部及びその支流に鮎を捕獲するための多数の観光屋名が設置され、採れたての鮎の塩焼きを楽しむ観光客で賑わうほか、天然鮎を含め放流鮎の友釣りを楽しむ釣り人の姿も多く見かけられる。 栃木県大田原市サラドの中川下畔には県の水産試験場があり、淡水魚の研究が行われているほか、淡水魚の水族館としては国内有数の栃木県中川水遊園が併設されている。川口付近の中港漁港の魚市場は朝から近隣の買い物客で賑わう。支流の日沼はニシンの南源としても知られる。日立国風土器には 俗画があるため名付けられる、万葉集には、中と読まれていた。中の古言については、諸説がある。栃木県那須郡那須町の那須岳山麓を源流とし、南東から南向きに流れる。同県も敵町で東寄りし、茨城県日立大宮市を経て、水戸市を流れ、日立中市と東茨城郡大洗町との境で、太平洋に注ぐ。支流を含め、 中川水系上流部は、ナスカ山帯の南端部にあたり、中川水系流域には、板室温泉やナス温泉郷、塩原温泉郷など数多くの温泉が点在する。また、中川上流部はナス野が原北端部で渓谷をなし、JR 東北本線黒磯駅の北側で、栃木県道55号西ナスのナス線、万水橋を過ぎ、ナス高原の幸運を集めながら、 徐々に川幅を広げる。大田原市を経て、那須郡中川町との境界部で、宝木川を合わせ、那須から須山市付近から両岸に再び山が迫り、蛇行しながら荒川を合わせる。芳賀郡茂木町大瀬付近で東向きに流路を変え、逆さ川を合わせると間もなく、国道123号の新中川橋付近に至り、茨城県に入る。この付近は、 北関東の嵐山と呼ばれるお崎山であり、景観の優れた地域である。茨城県に入って、流れを南東向きに変え、小前山大橋を越えると、小川と合流、小箱を通し港を過ぎると再度南下し、東茨城郡白里町と中市の間を流れ、富士川を合流したあたりで、水戸市に入る。国田大橋を過ぎ田野川を合わせると下流は東に向きを変え、 水戸市北部の定地を流れる。国道118号、千歳橋、国道349号、新も津橋、水府橋を過ぎ、水戸市と日立中市の間を流れるようになると、中須がなくなり、下流部の河川の体になる。国道6号、水戸大橋付近で桜川を合わせ東進、中港付近で中丸川と合わせ合わせ、大洗付近で日沼川を合わせるとすぐに、 太平洋へと注ぐ。中川流域は古来より国草地帯であり、水戸市以外に関してはあまり都市化されておらず、水田が多い。水系には寄水湖である日沼や千波湖などの天然湖が存在する。御前山から水戸市にかけては貸し団球が発達している。中川流域は古来より国草地帯で多くの人間が住んでいた。日立国はまたの名を。 常世の国と呼ばれ、日立国風土記においても、その法上ぶりが伺える。中川の利水が本格的に開発されたのは、江戸時代のことである。1590年、佐竹義信は、日立全域を平定し、豊臣秀吉より、日立一国54万国を安堵された。義信は、三戸城を本拠に据え、両国経営を図ったが、関ヶ原の戦いにおいて、 首相両端を持たしたために2六百二年で湧くぼに、原天法となった。徳川家康は、三刀、タイ、伊達政宗の要少として重要志士、五男、武田新吉、十男、徳川頼り信、十一男、徳川頼り房を相次いで、三刀藩主に据えて、仙道筋の防衛を担わせた。このため三刀は、急速に、城下町が発展するが、城下は、千波湖が、 現在の2倍の大きさで水害の被害を受けやすかった。このため家康は関東軍大稲中寺に命じて洪水調節と考えを目的とした用水路の建設を命じた。これが備前堀で1610年に完成し、功績を称え稲備前守る中寺の名を冠した。総延長1 0トルの用水路で、これにより中川南岸の灌溉を図ることができるようになった。 一方、中川北岸の中群は、貸し断球場の水不足が慢性化しており、この地域の考えも課題となっていた。1656年寄草は、長田萌え門に対し中川北岸に、用水路の改作を命じた。萌え門は、中群ゲイドにおいて、中川から、取水、現在の日立中市武田に至る、延長約 30km の用水路を建設した。これが、 小箱用水路であり、現在は、日立大宮市三尾にある、小箱を投資口から取水しているが、完成後350年を経過した現在でも、地域の重要な農業用水源として利用されている。水戸藩第三代藩主、徳川綱枝の第二は、日沼と北浦を結ぶ運河の整備が計画された。水戸と江戸を結ぶ流通を発展させることを目的に、鹿島灘を迂回せずに、 直接北浦から利根川を経て、江戸に物資を輸送させることで、財政難にあえぐ水戸藩の財政を好転させることを目的としていた。綱枝は浪人である松並勘十郎を登用し、支出削減と年貢増長による収入増加を図るとともに、勘十郎堀と呼ばれる運河を日沼と北浦の間に建設し、流通航路確保を図ろうとした。 この事業は1706年に着手されたが、農民の負担があまりにも大きかった、貫重郎の政策は、たちまち大規模な百姓一揆を誘発し事業は頓挫。1709年に責任を取らされた貫重郎は、水戸藩を追放された。中川上流部、栃木県の那須のが、原は那須だけ、大佐比山地、高原山より流れ出る複数の河川によって、 国内最大級の複合洗浄地が形成されている。その面積はおよそ4万ヘクタールに上るが火水はそのほとんどが伏流水として地下に潜る。このため流域の住民は厳しい水供給を余儀なくされていた。実話として、那須野が原より約4キロメートル離れている宝木川まで水桶を抱えて水を確保しに往復していたという話もある。 手につく水も、なしと例えられるほど、慢性的な水不足に悩まされた、ナスノの住民にとって安定した水供給は悲願で、あったが、大田原藩や黒羽藩などのナス地域の諸藩が、城下の水を確保するために掘削した、小規模な引き沼用水や木のま用水が、細々と身を保っていた以外に、推理はなく、明治に入るまでナスノが、原は、原野のまま損記されてきた。 明治時代、ナスノが原の本格的な開拓が行われたが水供給の問題はを引いていた。栃木県の初代県令は鍋島美きであったが彼はナスと東京を運河で結ぶ大運河構想を練っていた。この構想は壮大すぎ実現には至らなかったが、これにヒントを得たナスノが原の考え整備構想が持たれるようになった。ナス地方の実業家であった。 陰波上作と八板武氏は中川から用水を引き、ナスノが原の灌溉用水に利用しようとする構想を打ち立てた。事業計画は容易に進まなかったが、栃木県で三島道常の強力な講演もあって、内務省による正式な事業となり1885年9月、住民の祝願であるナス疎水事業が着手された。 中川上流の西岩崎地点に投資校を建設し、そこから農業用水を大地に送水するというものであった。この素水は浅香素水を掘作した熟練の技術工員により工事が進められ、完成水路約 16.3km が着工からわずか5ヶ月という極めて早いペースで完成した。翌年からは、四川水路約4 6 5トルが建設され、 長年水不足に悩まされたナスノが腹についに安定した水供給が図られた。事業費は当時の予算で10万円であるが、この事業費は当時の内務省土木局の年間予算の10分の1にあたり、いかに巨大なプロジェクトであったかがわかる。1905年と1928年にも拡張事業が行われ、総延長約3 3 2 9トルの 水路網によって約4000ヘクタールの開墾が可能となった。この那須疎水は、浅香疎水、琵琶湖疎水とともに日本三大疎水と称えられている。地水に関しては元来菓子団球場に集落が形成されていたこともあり、目立った地水事業は行われていなかった。だが、明治以降次第に人口が増加し低地にも人が住むようになったことから、水害による被害が 顕在化した。中川の場合は水源である那須高原において豪雨が降ると、栃木県における中川流域の洪水が一気に下流の水戸市付近に押し寄せることから、水戸市の中川流域は水害常習地帯であった。1940年9月豪雨を機に内務省は中川を直轄管理とし、堤防整備を中心とした河川整備を行った。 戦後は1947年に大水害が発生。これ以降中川水系の治水事業が本格化し始めた。1965年には中川水系が河川法改正に伴って一級水系に指定。現在では宝棄川合流点から川口までの区間は直轄管理区間となった。同時期には栃木県、茨城県により洪水調節を主目的とした。 補助多目的ダムが主要支線である宝器川、荒川、藤川等に計画され、西荒川ダムを川切りに塩原ダム、藤川ダム、東荒川ダム、飯田ダムが建設された。だが、その後も洪水は起こり、特に1986年8月の昭和61年8月豪雨と1998年8月の平成10年8月豪雨は中川流域に、 甚大な被害を与えた。昭和61年8月豪雨は、茨城県内の河川がことごとく氾濫したが、中川水系でも主要河川が氾濫。満潮とも重なり中川の河水が、支流の河川に逆流して、各所で堤防を、小清水3580戸が浸水する過去最悪の水害となった。 建設省は1988年より、激甚災害法に基づく、中川災害緊急回収事業を行い無定地の、解消と支流における下水逆流防止のための水門整備を行った。さらに1998年からは、直轄河川災害復旧等、関連緊急事業制度の制定に伴い、中川下流が事業指定され、堤防整備の多を場遊水地、 午前山遊水池の整備、洪水地に流下疎外の要因となる JR 東日本水軍線中川橋梁の掛け替えるなどの工事を現在実施中である。茨城県も1988年より藤川ダム再開発事業に着手、ダム港を掘削して貯水容量を増大させることで洪水時の貯水容量を確保し、洪水調節機能を強化させた。 ただしダム建設に関しては公共事業見直しの機運が中川水系にも押し寄せ小川ダム建設事業や大谷原川ダム建設事業が中止となっている特に小川ダム建設事業に関しては住民の反対が激しく水源地域対策特別措置法に指定されるほど事業が難航した結果の中止となっている栃木県では 県営の小規模生活貯水池事業であった大室川ダム建設事業が2006年の財務省予算案で形状が見送られ事業重視の方向性が示されている1885年に完成したナス疎水はその後さらに水路網が拡張されナス疎水よりも古く小規模な用水路でありダビ川を水源とする引き沼用水 木のまた川を水源とする木のまた用水が導水され、さらなる施設整備が実施された。だが、水路の老朽化や、施設の合理化が求められるようになり、1967年により、農林省によって、国営ナスノが限界宅建設事業が着手され、1994年まで27年の、歳月をかけて整備が行われた。この事業により、 ナス素水の水源を充実させるために、中川本川に、宮間ダムと板室ダムが建設され1973年に、完成、西岩崎投資校も整備され水供給が強化された。ナス素水、引き沼用水、木の又用水の3用水が回収、統合され、より合理的な用水整備が実施された。一方、茨城県内においては、小箱用水路の整備によって、 中川左岸部の台地は灌溉用水供給が整備され、水戸市南部の台地についても、渡り用水路が建設されて灌溉が可能となった。だが残る中川右岸部については消火線しかない状況で、慢性的な水不足が続いていた。藤井川ダム等による、既得農地への用水補給が実施されたが十分ではなく、農林水産省関東農政局は、 茨城県との共同事業として1987年より、国営中川沿岸土地改良事業による、中川河岸地域への農業用水供給を図り、この水源として現在午前山ダムの建設を行っている。だが、事業進捗は、ダム岩盤の予想以上の脆弱さから、当初予測の2008年完成予定を大幅に遅延している。水道事業に関しては、 水戸市の上水道が中川に依存しているが、滑水時には海水が上昇し塩害を起こす可能性もあり、不安定であった。このため、地水ダムであった藤井川ダムを1977年に多目的ダム化して上水道の供給を図ったが、1985年には著川ダムを建設し、貯水池を設け安定した水供給を行った。栃木県内では、 東北新幹線の開通による流域の人口増加に対応するべく、深山ダムや東荒川ダム、寺山ダムによる上水道水源整備が図られた。水力発電に関しては、中川最上流部において電源開発が沼原発電所の建設を1967年より計画した。これは同時期に建設されていた深山ダムを下池に沼原ダムを 植池として、巡用水発電を行い、67万キロワットの電力を発生しようというものであった。沼原発電所は1973年に完成したが、今度は東京電力による用水発電計画がダビ川で1980年より着手され、認可出力90万キロワットの塩原発電所が完成した。塩原発電所の会計を形成する。 ダビガーダムは中川水系で最も包み高が高く、上池の八潮ダムはアスファルトフェイシングフィルダムとして世界一の包み高を誇るダムとなった。一方茨城県内においては河川勾配が緩く、水量も少ないことから水力発電には不適であり水力発電所は建設されていない。水戸市は長年で水道の普及、整備が遅れ。 47都道府県で最も遅れている、部類に入っていた。このため下水はそのまま市内の中小河川に流入し、これが原因による深刻な水質汚濁が進んでいた。特に、千波湖や桜川は、上流部に団地が整備され、人口密度が高くなったことで付近を水源とする、支流の沢渡線や逆さ川の汚染が激化、汚水はそのまま流入し、悪臭とヘドロを伴う河川となった。 こうした水質汚濁の進行防止と水質浄化を図るため、関東でも屈指の清流といわれる中川から浄水を導入した水質改善を水戸市は計画し、渡り用水を介した導水による浄化対策である、ちなみ湖浄化事業を1986年より開始した。他方、1976年より建設省は土浦市、 石岡市など流域下水道整備の遅れにより、やはり深刻な水質汚濁の進む霞ヶ浦の水質浄化と首都圏への浄水道、工業用水道の供給を図るため、霞ヶ浦洞水事業を着手、中川の水をトンネルを通して、霞ヶ浦へ導水し水質浄化と水需要の確保を目指した。同時に建設省は、ちなみこと直轄管理区間である、ちなみ大橋より、 下流の桜川の水質を環境基準以下に抑制すべく、霞ヶ浦導水事業の目的に、ちなみ湖、桜川浄化を加え、中川から桜排水機場を介して、浄水を桜川に放流し水質改善を図っている。こうした水質浄化事業によって、次第に桜川やちなみ湖の水質は改善が図られるようになり、悪臭も次第に減少していった。 中川本川については、高いレベルでの水質が維持されており、夏には、午前山や千代橋など、中川中流部で泳ぐ人が多い。しかし、比較的流れの速い河川であり、毎年水難事故に遭う、河川利用者が後を絶たない。一方、栃木県では、夏疎水に近年家電製品などの粗大ゴミを投棄する事例が増加している。これは、家電リサイクル法の施行に伴い、 廃棄に困った水溶水に投棄しており、管理するナスのが原土地改良区は頭を悩ませている。山荘山南六周辺に広がる森林で、七千三山水源の森として、水源の森百選に選定されている。ナス連山東部の樹齢百年以上の紅葉樹林の原生林であり、多様な動植物が生息する。所在地、栃木県黒磯市百村座新山中川水系においては、 支流における河川施設が多い。この中で特筆すべきは揚水発電所が2箇所稼働していることである。放造水力はそれほど大きくないが、発電量は多い。治水に関しては、堤防の整備と補助多目的ダムが主である。利水においては灌溉用の設備のほか、市営の水道専用ダムが存在する。コーランは建設中もしくは計画中のダム。 ありがとうございます。